はい、皆さんこんにちは。ユーディートークの開発を担当しております青木と申します。今日はですね、前回の続きということで、編集の機能ですね、スマートフォンで編集するのをメインで紹介したんですけども、まあ、キーボードを使いたいなということで、もちろんユーディートークキーボードで編集もできます。なので今日はその方法を紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずですね、まあ皆さんお使いの方もいらっしゃると思いますが、 iPad ですよね、キーボードついてます。iPad をお持ちの方はですね、このスマートキーボード、つけてもらえると、こう、編集しやすいんじゃないかなと思います。僕自身はもう、ほとんど編集は iPad でやっています。はい。で、UD トークはですね、あと、Windows 版と Mac 版とあります。こちらはですね、音声認識の誤認識の編集に特化した、アプリになりますので、そこで、音声認識はできないんですけども、まあ普段から慣れているキーボードで編集ができるってことで、こちらもかなりたくさんの方がお使いになっています。なので今日はそれの紹介をしていきたいなと思います。じゃあまず起動していきましょう。じゃあ UD トーク、トークの公開をします。まあもちろんこれは UD コネクトでも大丈夫です。はい。はい、そしたらですね、じゃあ Mac 版でやってみたいと思います。ほとんど使い方は同じなので、Windows をお使いの方もですね、同じ操作でできると思います。じゃあまず PC 版の UD トークをトークに参加させます。まあ、PC 版の場合は QR コードをキャプチャーするわけにもいきません。そこで招待するという機能を使って、トークに参加をさせます。まあ、PC 版の画面にユーザー ID という8桁の番号があって、これを使って招待をします。ちなみに、このユーザー ID は、人に知られても大丈夫です。この ID を使って何かすることはできないので、これは本当に招待を受けるためだけのものです。だから、人に見られても大丈夫なものですので、そこはご安心ください。はい。スマートフォンの方のアプリで、招待する。ここでこのユーザー ID を入力します。はい、入力しました。招待するをタップします。これで今、招待を送りました。そしたらですね、招待されたトークを確認するというのをクリックします。はい、出てきましたね。ダブルクリックで接続、切断をします。ここに接続完了と出てきたら、接続完了です。これトークに参加できています。じゃあこちらのスマートフォンの方で喋ってみたいと思います。はじめまして、青木秀人と申します。今日はよろしくお願いいたします。ここ、練馬ベースからお送りいたします。はい。このような感じで喋ると、PC 版の方にも出てきますね。はい。まあ、編集する方法は同じです。間違ったところを見つけたら、クリックします。そうすると真ん中の欄にですね、認識結果が出てきます。ここで、修正したら、エンターキーを押します。そうすると自動的に次の発話に移動します。はい。まあ、このような感じで編集をしていきます。間違った結果を見つけたら、クリックして、編集モードにして、編集して確定したら、エンターキーを押すということを繰り返していきます。はい。はい、今回はですね、UD トークの PC 版を使って編集するということをご説明しました。本当はね、もっといろんな機能があるんですけども、今回収まりきらなかったので、次回この続きからスタートしたいと思います。それでは皆さん、チャンネル登録の方よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。